東ジョンをゴールキーパーに置いて 4-4-2 のフォーメーション FC 琉球フォーバック右から上原、鈴木、森、藤原ボランチは岡澤と平松です。右に竹澤、左に佐藤そしてツートップは富所と前江秀隆のコンビゴールキーパー永井フォーバック右から三馬、稲口、秋山、立野ボランチは武井と沢崎のコンビで右久保左夏川増田と古川の2トップです。富所の浮き球のパス抜け出そうとしていたのは佐藤です。長いのフィードから久保のクロススルーパス古川のシュートジャストミートはしませんでしたが真ん中後ろから鈴木のヘディング前半の16分鈴木純也の4試合ぶりのゴールで琉球が先制鈴木の前で森それから万家がいたんですけどその後ろでした。しっかりと富所のコーナーキック頭で捉えてそして枠に飛ばしていきました。鈴木の今シーズン2点目をアシストしています。さて夏川ワンツーで後ろ抜け出して夏川右足で折り返した沢崎のシュートでしたがサイドネット前へに入るボール踏みどころに入るボールは徹底してマークしています。 FC 大阪前へが抜け出した踏みどころが真ん中さて前へかわして右足長い判断よく足元に入ったボールだったんですがキャッチしました。前への1対1直近15分のデータ出ています。琉球はシュートはなく FC 大阪がシュート2本放っています。立野が前に入れて古川と森の競り合いその後ろ沢崎のシュート東横っ飛び琉球の守護神を務めます東ジョン。この時間で追いつきたい FC 大阪ウサンホが蹴ります。右からのコーナーキック。ヘディング。シュート狙った武井ネット揺らしましたついに追いついた FC 大阪武井聖吾セットプレー最後右足振り抜いて同点に追いつきました。今シーズン2点目立野がヘッドで、送る形になりました。ファーサイドを走り込んでいた武井セットプレーから自分たちのその強みを生かして一番手前西村が浮くような形ウサンホの右足ポストを叩いたどよめくタピスタ稲口が一番遠いサイド立野の左バーから巻いてきたサイドネット西村島田久保三馬が追い越す久保のシュートこぼれた東ジョンよく抑えました。琉球に出るか佐藤藤原逆サイドへ高木マスタニのシュート枠を捉えることができません。最後のプレーとなるか琉球対応大阪1対1同点の場面
岩渕のキック、長いパンチング、高いボール、ここで試合終了の笛です。琉球対 FC 大阪1対1、昇格を狙うチームによるポイントの削り合い、6ポイントマッチはドロー決着となりました。ダゾーン